いつらを決して逃がすな。門を閉めろ。やはり閉じ込められた。まあ奴から逃れるための俺は仕掛けている。あの仕掛けが働くんだ。この娘を守りながら時間を稼ぐとしよう。手を出すな。こいつは親父と仲間の敵だ。私が倒す。お主らはそこの銀仮面の君には勝てん。芸術を理解せんやつらのだけだ。無駄な血を流すだけだ。そんなこと勝てる。わかった。今あんたと協力して。そうそう娘よけろ。え何奇跡だと。今の音は何だ。銀仮面卿ご無事ですか。よし門が開いたな。奴が身動きできない隙に逃げるぞ。さらばだ。岩が邪魔で奴らを応援だ。そう簡単には逃げられない。さらばだ。お主ら一体の封鎖は終わっているか。北東の溝を除いて完了しております。そこもすぐそこへは俺が行こう。封鎖が終わるまで奴らを生かせるなということだ。聞こえたかお主。我らは銀仮面より早くお布団の道を抜けねば。逃げるだけというのが気に食わないけど。仕方ないか。そうと決まればさっさと行こう。奴らが来たぞ。南と東の門を閉じろ。残る東と北は崖。行けるはずもねえ。これで奴らに逃げ場はないぜ。ほう崖か。登れるところがあるからね。崖だよ。このまま登る。あの柵を壊して岩を落とせ。足場ができそう。柵をなら私のヒアで燃やしてあげようか。よしヒアが使えるのか。そうだよ。準備もちょっと時間がかかるけどね。なるべく急いでくれ。その間は俺がお主を守ろう。任せてくれよ。守る。それにしても偶然落石が起こってよかったね。偶然ではないさ。あの落石はあんたが起こしたの。妖術か何か。妖術など使わずともあのくらいのことはできる。乾き元木片を使ってな。テコの原理の応用だ。よくわかんないけどあんたって頭いいんだね。まあ大抵の人はそう言ってくれる。やつらめさあ、この岩を足場にして崖を登るぞ。あんた、結構強いんだね。さらばだ。ちゃんと私を守ってくれたし。なんださらばだ。こいつら、この崖を登ってきたのか。まさか、崖下の奴らを全滅。カローネ！逃げ出した奴らを追うぞ。あの勢いにつられて、他の部屋も逃げ出してくれれば楽に進めるかもしれん。こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。くそ、銀仮面卿へ伝令を出せ。それから逃亡兵が開けた門も閉めておけ。はっ、こことこの先の門は閉めておきます。せっかく開いた門を閉められては困る。時間もないよ。門が閉まる前に通り抜けるぞ。間に合わなかったか。時間はかかるか。別の道を行くしかない。どうしても倒してもキリがないね。さらばだ。本当にしつこいんだから。なんだ、銀仮面卿にお届けしておこう。ここが北庭の道か。見たところまだ封鎖は完了していないが、銀仮面の君はお待ちかねだったようだな。気づいたか、ヘボガか。先ほどのような機種はもう通用せぬぞ。お前はここで終わりだ。ご覧いただこう。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らの機会もあろう。今日のところは引いてやる。もはや引くしかないかな。今日のところは引いてやる。ご覧いただこう。これぞ芸術。どこまでも王に逆らうか。芸術を理解せん奴らも。さらばだ。これぞ芸術。芸術を理解せんやつらの。さらばだ。ヘボがかねえ。よし、今だ。逃げるぞ。わかった。あの仮面男、次会ったら絶対に殺してやる。よく我慢したな。お主が冷静になってくれなかったら逃げられなかったかもしれん。生きないと親父とみんなの敵撃てないから。そうだな。親父、ちょっとのみんなも。勇猛なゾット族が泣いてちゃダメだね。ありがとう。俺は何もしとらんよ。助けてもらった、あの銀仮面から。だからありがとう。あんた意外にいいやつだね。意外にか。そういえばあんたの名前はナルサスだ。ナルサスか。私はアルフリード。よろしく。あんた年はいくつなの？26だな。へえ、もう少し若いのかと思ってた。まあいいや、ちょうど私と10歳違いだから覚えやすいし、年は少し離れてた方が頼りがいがあるものね。はあ、よし決めた。私ナルサスについていくよ。他にもゾット族の仲間はいるだろう。戻らなくていいのか？いいの。殿下、すぐに合流しますゆえ、それまでご無事で。もらったー！アランギース殿。一人でこの人数を相手にするのは苦しかろう。助太刀する。かたじけない。化け物だ。なんだあの強さは。勝てるわけねえ。逃げろ、なんたるざまか。逃げるやつは俺が斬る。仕返して戦え。俺はカーラーンの子ザンで、貴様に殺された父の無念を晴らす。カーラーン、なんとも面倒そうな男じゃな。捕まる前にペシャワールへ急ぐが得策であろう。夜を越えてもまだ追ってくるとは。ザンデという男、ずいぶん失礼ようじゃな。殿下のもとへ奴を連れて行くわけにはいかん。この後で叩いておいた方がいいだ。隙だらけじゃな。隙だらけじゃな。それももともと貴様の父がルシタニア人どもの手先になって国を売ったがゆえのことである。俺の父がルシタニアの手先になったらと。ふざけるな。兄を殺し王位を奪ったアンドラゴラス、アルセラー。そのようなもの使えるに値せん。我らより王たるにふさわしいお人、パルスの正当の王に仕えているのだ。正当の王じゃと。女、邪魔をしよって。口数の多い男は熱き闘志を受けてみよう。なんたるざまか。お前ら、奴らを足止めしろ。絶対に逃すな。至る所に敵兵がいるな。私たちがペシャワールへ向かうのによほど気に食わぬようじゃ。殿下の身が心配だ。早く合流しなきゃ。北東の道は厳重な警備が敷かれております。しかし南東はまだ手薄。突破できるかもしれません。分かった。ならば兵を集め、敵の包囲を打ち破るぞ。あれはパルスへ向かう先はペシャワールか。私たちを探すあのミスラ神の名のもとに引っかかったようじゃな。どうする？見過ごすことはできぬ。救援に向かおう。櫓の兵士を撃たねば敵真偽を貫くのじゃ。優先して奴らを狙うとしよう。おお、逃げろー、異教徒だ、追え追え。よし、あとは街道を抜けるだけだ。今度こそ貴様の首を取り、父の無念を晴らす。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。仕留められなかったか。惜しい惜しい。超術か、厄介じゃない。なんだあれは。魔導の術じゃない。あのような輩を飼っておったとはね。神に祈る。京都めっせに乗り寄って許さんぞ。貴様はあなたと主を同じくするなど手を貸しますぞ。残奪者の子に仕える貴様らは逆賊に過ぎん。我らは真のパルスの中心だ。貴様らの主が何者であろうと、殿下の羊がどうであろうと関係ない。あの方を守ると決めている。イアルダ・オートシンの名のもとに進め。奇妙な術ばかりを。あの地光術の男を倒さねばダリオン卿が危うい。熱き闘志を受けてみよう。異教徒が暴れているようだな。行くぞ。お前の分並大抵ではない。神に祈る。いずれ大陸に有名を馳せることになる。お前の分並大抵ではないが、いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。思ったよりやりおる。とどめだ。殿下、申し訳ございません。殿下を危険にさらしてしまうとは。大丈夫だ、怪我はない。エラムのおかげだ、ありがとう。いえ、それよりも殿下は軽はずみな行動を。まあとにかくいつもダリューンに助けられているのだ。たまには私がダリューンを助けてもいいではないか。ところでギーブは。ああ、ファランギース殿、さぞやこのギーブのことが心配で眠れぬ日々を過ごしていたことでしょう。心配など全くしておらぬ。天上の神々を騙してでも生き残りそうな男じゃからな。合流できてよかった。やはり私のそばにはお主がいなくては。ありがたいお言葉です殿下。王位など関係ない。俺はこの方自身のために剣を振るい続けるのだ。ペシャワール城塞まであと少しだというのに。目的地が分かっているからこそ待ち伏せする方はたやすいのでしょうね。いくら包囲網が的確であろうと。うわー、殿下は私がお守りします。前も後ろも敵だらけじゃな。南に砦があったはずです。まずはそこを目指しましょう。分かった、急ぎ向かおう。シャワール城まであと誰一人かけさせる。私が知らない土地もまだまだあるのだな。殿下、伝説の都市をご存知ですか？パレス国の西南の虚無の砂漠の向こうに伝説に語られる聖堂都市、研究都市があるそうです。僕は大人になったらそこを訪れ、失われた歴史や伝説を学びたいと思っています。それがエラムの夢か。エラム、いずれお主が調べた歴史や伝説を私にも教えてくれ。ぜひ頼む。殿下とずいぶん仲良くなったようだな。私に手を貸してくれ。気をつけて。ご無縁をお祈りしております。美しき女神アシュ。手伝おうか。報酬は特別安くしておいて。今だ、跳ね橋を上げろ。橋がエラム、ギーブ殿下、伏兵に囲まれております。二人との合流は敵兵を倒してから考えましょう。殿下、そちらから跳ね橋を下ろせませんか。ダメだ、動かない。装置が壊れている。やられたな。さて、どうしたの。いつもお主は頼りになるダリュー。二人を置いてはいけぬ。あちらにはまだ敵が。今は川を渡る術がございません。城へ向かい騎士ワード卿に助力を求めましょう。彼らの強さはこのダリューンが保証します。我々が戻るまで必ず持ちこたえてくれるでしょう。分かった、急いで城を目指そう。エラム、ギーブ、すぐに助けを呼んでくる。それまで耐えてくれ。殿下、わかりました。お待ちしております。アルスラーンがいたぞ。絶対に逃がすな。城が近い。奴らも必死じゃない。俺と会ったのが運命だ。お前などに負けはせんぞ。いらっしゃいませぬ。これでしまいだ。雪辱の機会。アリュー、さすがだ。いつもお主は頼りになる。前がここにいるということはお前の主人も。王太子殿下を守りまいらせよ。やしゃせー、やしゃせー。騎士ワード。アルスラーン殿下、ダリウン卿、よくぞご無事で。騎士ワード、今すぐ教えてほしいことがある。金橋を壊さない。川の向こうに仲間が取り残されているのだ。助けに行く方法はないか。なれば私が川を救出してまいります。厳しい連覇は心をなし返せ。まずは周囲の敵を追いかけ連覇の安全を確保。さあ我らを迎撃しよう。皆連覇のもとへ急ぐぞ。騎士はもう一番はどうした？アズラエルとスルーシはいつも一緒だったのに。殿下と共に王家を潜入させております。殺されたのか。スルーシはアズラエルに憧れをつけ、もう一つの強い兄弟でした。我に仲良い私は今の区別なく全てでした。私の心配は、あんなにも後外ればならないです。その力、これからも存分に振るってほしい。いざ行く。この総統将軍キシュワードこそ真のマルダーンよ。お主ならばこれを役立てられよう。どうか受け取ってくれ。お前などに負けはせぬ。覚悟はできていような。我が総統、接触の機会もあろう。お主に神のご加護があらぬ。覚悟はできていような。成田さん、先にたどり着いた。お主があまりにも遅いの。殺されたのではないかと心配したぞ。さて、川を渡って穴を開ける必要がある。覚悟はできているようだ。我が総奴らに苦戦とは。俺の腕も鈍ったかな。いざ行く。叩き込め。おい、川を渡ってくるやつがいるぞ。あの格好、パルスのものに違いねえ。なんだと、急いで仲間に伝えなくては。殿下、お早く。このままじゃまずいな。助けが来ればいいんだが。殿下のお仲間とあの者らのことか。囲まれておるな。まずは辺りの敵を追い払うことはできていようだ。あなたはその地を守るマルチマン、シュワードだ。殿下の命令、お主らを助けにまいったぞ。素晴らしいお働き、少しでも近づけるよう私も治癒を磨きます。もう大丈夫だな。よし、急ぎ戻るとしよう。お主らついてくるがよい。城のやつらまで出てきて疑わず、手ぶらでは帰れる。せめてアレスラーンだけでも捕らえてくれ。いつもしつこいやつだ。この俺に向かってくる。いい度胸だ、アレスラー。当たってくれ、今だ。当たってくれ、今だ。当たってくれ、今だ。熱き闘志を受けてみよう。ご活躍です。私は引かない。なすべきことを果たすまで。くそ、撤退しろ。全員撤退だ。これで城に入れるな。皆無事でよかった。騎士ワードが力を貸してくれたおかげだ。進化として当然の務めです。よくぞここまでたどり着かれました。殿下、長旅でさぞやお疲れになったことでしょう。東方国境の要、ペシャワール城へご案内します。皆が無事でよかった。ところでナルサス、この女性は。私はアルフリード、ナルサスの妻だよ。ナルサス、別行動になっていた間何があった。こんな一大事の時に。いや、旅は孤独だ。策士殿とはいえ間が差すこともあるだろう。そうなのか。弁明してくれ、アルフリード。うん、正式に結婚はしてないんだ。だから今はただの丈夫だけど。丈夫？ナルサ様。違う、俺は何もしておらぬ。妻だの丈夫だの、この娘の出任せだ。嫌に慌てるではないか。慌ててなどおらぬ。この娘はゾット族長の娘で、族に襲われていたところを救ってやっただけだ。族？あの銀仮面が現れた。ここに至るまでの包囲網はあいつの策だ。なるほどな。とにかく皆が無事に再会できて仲間も増えた。よかったではないか。応対試練か、バフマン。おお、よくぞご無事で。世話になるぞバフマン。騎士ワードパルスはこのペシャワールから反撃ののろしを上げる。皆の力を貸してくれ。はっ。ペシャワール城にある騎兵2万歩兵6万上げて殿下に忠誠を誓わせていただきますぞ。ナルサスいる？ナルサス様ならまだここの将軍たちと会議中だ。ふん、そうだ。じゃあナルサスのこといろいろ教えてよ。あのさ、ナルサス様に慣れ慣れしくしないでくれないか。知り合ってから何日も経ってないくせして。付き合いの長さと深さは別物よ。お前なんてナルサス様の好物も知らないくせに。お前とは何さ。私はあんたより年上なのよ。礼儀を守るかは相手によるさ。それよりナルサス様の邪魔をしたら許さないからな。あんたに許してもらう必要はないわよ。ふん。ああ、もう何よあいつ。お主、ナルサス教のことを好いておるのか。うん。ならば彼の妨げにならぬようにすることじゃ。あの御人は今のところ一人の女よりも一国を起こすことに夢中ゆえ。国を起こしたって新しい貴族と奴隷ができるだけさ。ナルサスほど頭のいい人がそんなことに気づかないなんてね。お主のナルサスならそれを克服するような道を見つけるかもしれぬぞ。そういう男だと思えばこそ彼を好きになったのではないかな。分かったよ。騎士ワード、私はここペシャワールから挙兵し王都を奪還する。そして奴隷制度を廃止したいと思っている。奴隷を解放するとおっしゃいますか。ここまでの道中私なりに考えたのだ。一時の感情だけで奴隷を解放しても何にもならない。だがきちんと計画を立て時間をかけて様々な条件を整え国を挙げてそれを行えばできるのではないだろうか。殿下の決心はご立派ですが、あえてそのようなことをなさればおそらく諸侯の大半は殿下のお味方にはなりませんぞ。だけどルシタニア人を追い払ってパルスは全く元通りというわけにはいかないと思う。前よりもこの国が良くなるのでなくては戦う意味もない。なるほど。しかしそのようなお考えに対して陛下がどうおっしゃいますか。もし父上を助けて差し上げることができればそれだけ私の発言力も強くなると思う。きっと私の申し上げることを聞いてくださるだろう。挙兵できないというのか。どういうことだバフマン殿。慌てたところで益はない。国王陛下の安否さえまだ判明せぬ。少なくとも今年のうちに兵を動かすのはわしは反対じゃ。国内の諸勢力がどう動くか、それを見極めてからにした方がよい。アルスラーン殿下を陣頭に立てパルスの王権を回復させるのは当然のこと。我らがそれを行ってこそ国内の諸勢力も動き始めるのではありませぬか。バフマン殿はなぜそれをおためらいになる。慎重と申すよりやる気がないとしか思えませぬが。もうよした方がいい。戦場にあって一度たりとも敵に遅れを取ったことなきバフマン殿なれど、老いとはむごいもの。ただ安楽に老後を遅れればよいとのお考えだろう。何を言うか。くちばしの黄色いひな鳥目が。まったく話にならぬわ。怒っただけか。いや、あの老人もっと食えぬ。怒ったふりをして座を外し追及されるのを避けたのだ。この後に及んでバフマン殿は何を考えておられる。キシュワード殿、心当たりはないか。実はアトロパテネの開戦の直前、バフマン殿のもとにバフリーズ殿からの手紙が届けられたのだ。おじが手紙を。俺が知っているのはそこまでで、内容の方は見当もつかぬが、それからバフマン殿はあのように変わられてしまってな。開戦の直前。ダリオン、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。殿下個人にじゃよ、ダリオン。ナルサス卿には見当はつかぬか。それが分かれば苦労はせぬよ。俺は千里眼ではない。知らねばよかった。知るべきではなかった。もし何もかも知らずにいられたら、あの聡明そうな王子に永遠の忠誠を誓うことができたであろうに。